そんな雑な感じでいいの。なんだこれ、給油してるんだよ。あ、これってあるんですね。初めて見るわ、船の給油、船のガソリンスタンド、海のやばいやばい、怖いんですけど。そんな簡単なものやってる。いや、すごい簡易的じゃない。珍しいもん、これでよかったけど。ワックス入れてるのかな。あ、あれだ、これ水抜きじゃない。これで、あ、これで混ぜるんですね。あ、で、この中入れるんだ。口でやるんかい。口すごい。めちゃめちゃ辛辣で、これで、ああ、準備 OK。 いや、準備 OK っていうか、出発してるけど。あ、そんな雑な感じでいいんだ。走りが違うぜ、さっきと。パワーが違う。すごい、海が綺麗。水綺麗になってるわ。めちゃめちゃ綺麗になってますね、海。海綺麗だし、人おらん。はぁ、またこれがすごい貴重な光景なのな、これ何年後かに。どうも、サディカップハッパリ小泉でございます。今日はですね、久々に、バンコクから約車で2時間のパタヤからですね、さらにですね、船で30分ほどの蘭島の方にですね、2年ぶりにやってまいりました。いつもこの島はですね、観光客だらけで、もうすし詰め状態なんですが、今全然誰もいないです。本当に僕ぐらいしかいないんですけど、本当に島には、すごい非常に貴重な感じになってますけどですね、今日はですね、まあ蘭島とですね、パタヤの街をですね、ちょっとリモート観光といいますか、風景をですね、撮っていきたいと思いますんで、皆さんよかったら最後まで、環境ビデオ感覚で、見てくださいませ。お願いいたします。それでは行きましょうか。いや、誰もいないって言ったけど結構いた。マジでここ一面の観光客だらけだったんですけど、誰もいないですね。蘭島じゃないみたい、パタヤじゃないみたい。中国人だけだったんだけどな。血の字もないですよ、血の字も。このお店も人がおらんな。すごい、なんてもう作り物の野菜置いてますからね。水槽も何もいないや。前はエビとかエビがいっぱいいたのに。お客さんとしとるな。本当だったのね、マジで。これいつ来てもここのビーチはもう本当人だらけなんですが、今は無人ですね。で、海もまた綺麗になってんだよな。お、なんかうるせえなあいつら。あ、空気がうまい。で、これ見えるかな、これカメラかな。
まだ GoPro 慣れてないからズームできないんですけど、ビッグブッダサバの顔がねこちらにございまして、どうも。あ、でもめっちゃ綺麗だわ。せっかくだからね、タオ島よりは綺麗じゃないかもしれませんが、ちょっと海入ってみようかな少し。あ、ほんで海岸名物ね、絶対に足乗れるやつ。あ、でも綺麗、水綺麗ですね。あ、この影の感じもいい感じ。散歩してるだけで気持ちいいわ。マジで空気めっちゃうまいっす。ああ、いいっすね、やっぱ島はいい、とてもいい。お、波打ち際。いや、水がむちゃくちゃ綺麗になってるぞ。やっぱり人がいないからかな。よし、あ、鳥、いいっすね。来てるのは汚いおじさんですけどね、すいません。あー、気持ちいい。Ugh!